次に山本太郎君。 代表山本太郎です、えー、参考人の先生方、本当に勉強になるお話、いろいろとありがとうございます、えー、とまず桜田先生と鳥畑先生にお聞きしたいと思います、民間賭博の解禁であるカジノ、これ、日本で導入するっていう、非常に大きなこれ、ある意味政策なわけなんですけれども、これを実施するにあたってといいますか、えー、これを話を前に進めていくにあたって、えー、政府側として、まあいい面で経済効果、 これぐらいのしっていうすごく細かな資産であったりとか、あとネガティブな部分でのコスト計算ってことを行っていないということに関しまして、両、えー、先生はここから何を読み取りますか <laughs> はい鳥肌参考人あの内閣府が、あずさ等に委託調査をして、報告書が出ております。 で暑さでは海外のそういう経済効果あの負の側面も含めた、えー、こういう事例があるというふうに報告されているわけですねで当然政府としてはそういう知見は持っていてあのこういうあの経済効果は当然、えー、負の側面も含めて評価をするということはあの認識はされているんだろうなと思うわけですね。でところが あえてしないでも海外では例ば先ほどのニューハンプシャー州の場合でもそうですけどもあの地域をいくつかに分けて仮にこういう規模のものができたらどうなるんだと家庭の計算をやるわけですねだからあの具体的なあの候補地が決まってないからできないということではなくってあえてやらないもしかしたらやってるけども外に出さないという点では あのまあ、最後まである意味、えー、あの都合の悪い情報は隠しながら、曖昧なままにとにかくゴールにたどり着きたいというふうに思われているんでしょうかということです。はい桜田参考人あの公共事業を展開する際に、あの費用分析分析、費用便益分析をやりなさいと言ってるのは、国交省なんですね。で まあ今回200人近い方が亡くなるという災害にあってやっぱり僕はこの国交省の土木防災関係の人とても悔しい思いをしてるんだろうなと思います。で土木のやっぱり友人おるんですけれどもやっぱ万が一を考えて手を打つのが我々の態度なんだというのが彼のモットーでして。 そうしたそのマイナス面をきちんと考慮するような費用便益分析、これを必要性というのは、そうした万が一にも対応しなきゃいけないという、こういう感性から出てきたものだと思うんです、でそれはとりあえず先生と意見同じですけれども、分かっているのになぜしないのかという、ここに対して、ものすごいその疑問を持ってしまいます以上です。 はいい山本太郎君ありがとうございます、まあ、ふんわりとは、ね、どこになりそうだとかっていう,ような予測を立てながら、ここだったらこれぐらいとかっていうようなことは、恐らくやるべきだとは思うんですけれども、非常に残念だと思います。えー、続いて桜田先生にまたお聞きしたいんですけれども、えー、カジノと地方創生の中で、ですね、えー、地域経済循環の活性化のための域内調達率の向上に関連して、これまでの、 大阪の地域経済政策が失敗してきたのは、この域内調達率を高められなかったことが理由だというご指摘をされていると思うんですけれども、これまでのご研究を、えー、踏まえて、桜田先生のお考えになる効果的な地方創生のやり方について、まあ、大阪の例なども含めた上で、あで、ご教示いただけたらと思うんですけれども。はい桜田参考人えっとあの、えー、大前提がありましてね。で その大阪の経済の現状がどうなっているのかを大阪府大阪阪府市つかんんでででないんですよね、ええでえー、カジノができればですね何かうちの会社にこう仕事が来るんじゃないかとかそれからその、まあ、カジノがなければですね大阪経済どれもならんでというような、まあ、こんなその願望を募らせただけの意見なんかもやっぱり耳に入っていきます。これで あの昨年の末にあのちょっとあのここの土佐の集まりがあって土木関係建設関係の練習が行ってたんですけれども坪単価300万円のマンションが即日完売になったこんなこと信じられへんという話をしてましたでところが今年になってからですね実はその坪単価350万円のマンション即日完売なんだよねだからあるところにはあるんやろうなという感覚が実は あのそういうさっき言ったその期待感の裏側にあると思うんですねあるところにある金をその金を揺り動かすのがカジノやというのはこんな話にどうもうなっているんじゃないかということを懸念しています。で大阪では2002年に製造業を対象にした大掛かりな調査をやっているんですけれどもその後やってない。でもっぱら集客産業を育成するための、えー、力そこにですね集客産業育成のために力を注いできた。 製造業だけじゃなくて、サービス業や流通業、それから特にですね、経済産業省の、僕、非常に良い,い政策だと思うんですけれども、小規模企業基本法という法律があります。これの対象になっているような、そういう小規模事業者も含めた形で、その大阪市全体の、そして大阪府全体の、やっぱしっかり市域改調査をやるべきだと思うんです。で、なぜそういうことを言うかといえば、 あのいきない調達理という考え方を出しましたけれども、まあ、究極的にはこれ地域内のさまざまな取引関係をどう把握するかということがベースになりますからしっかりとした調査があればですねそしてその調査を公開することによってさまざまなところでさまざまな議論大阪のですね商人の,その魂と言いますかねその証拠と言いますかねそういうものがですねこう必ず動き出すと思うんです。 そういうしっかりとした調査があれば、やっぱりそれに伴うような、まあ、僕のが考えるよりも、もっとリアルで、もっと豊かな、ですねそういう中小企業政策、あるいは経済政策というものが出来上がるんではないかなと思って考えていますはい山本太郎君、ありがとうございますえ続いて、鳥瀬先生にカジノにおける雇用について、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、えっと、先生のご著書のカジノ元素の中で、ですねカジノの恩恵といわれる雇用増加。 という側面について、えー、実はそのカジノで働いているディーラーなどは、えー、低賃金労働者であり、えー、不安定雇用であると、ワーキングパワーを生み出すことにつながるというようなご指摘をなさっていると思うんですけれども、これ、カジノに関わる低賃金労働者について、少し教えていただいてよろしいでしょうかはい鳥畑参考人。はいあのアメリカのある州の管理委員会のレポートで、 そういういカジノで働く方の職種ごとの賃金の調査がありましたでディーラーについては当然、例えば VIP 客がついているとか勝った時のチップが弾むとか含めてあの違うんですけども基本的にアメリカの場合のサービス労働というのはもう最低賃金であとはチップで稼ぎなさいという形になっていて。 であのこのカジノで働く方はあの非常にやっぱ低賃金が多いとで結局、あの決して豊かな層を生み出していないんだという指摘があ,のあったものですから活用させていただきましたでただ、あのマカオの場合はあのカジノの雇用は市民を優先して雇用するとあのいうことになっていますのである意味あの人手不足といいますか あのマカオの中ではある程度あのいい条件の職種になっている部分があるとあのいうことでそのアメリカとマカオの条件の違いがあるとじゃあ日本に置き換えた場合どうなるんでしょうかあカジノを作りましたあ雇用が増えましたそれが地元でどれぐらいですかあのいや外からどんどん来る、えー、外国人労働者の方が多いということも考えられるわけですね。 で決してそれがあの豊かな安定した雇用を生み出すとはイコールではないはい山本太郎君ありがとうございます引き続き鳥田先生にお聞きしたいんですけれどもあのサンズのアデルソン会長 えー、日本は最後の未開拓の巨大市場だと、常日頃からインタビューなどでおっしゃってると思うんですけれども、まあ、結局、特定の地域を定めて草刈り場のようにして、でまあ、そこがまたもう草刈りが終わったとなったら、また次の場所に移っていくというような、えー、その道の途上にある日本だというようなあの考えというか、どうお考えになりますか、すいません、はい、鳥肌参考人。あのまず、アメリカ市場が飽和化をしていると。 でこれはあのアメリカのゲーミングアソシエーションのステート・オブ・ステートという統計を見て例えばその1990年代までにオープンしたカジノ州とそれ以降のカジノ州を比べるとあの90年代までに先行してオープンした州の合計としてはほぼすべての州がカジノの収益が減っているんです。で結局新しい市場が開放されて 新しいカジノができるからアメリカ全体としてはカジノ収益が、まあ、横ばいというか微増の状態にあのなっているようにあの見えるということなんですね。で、そういう、あの飽和化した市場、過等競争の市場にしがみついていたシーザーズが破綻をした、でアジアに打って出たラスベガス・サンズは世界最大のカジノ企業に成長したと。でところがそのラスベガサンズは 9割がマカオとシンガポールでシンガポール2022年に免許があマカオが切れますで更新されないと施設があの無償で没収されるというふうに書いてあるんですねでそうするとまあ,あのリスクの分散収益の多様化という意味でラスベガス・サンズから見ればマカオシンガポール以外の市場をどう確保していくかとで今年4月か5月にラスベガス・サンズが投資家向けに 説明会をしてアデルソン会長が韓国と日本をを両電費にかけてていいるるような話をしているんですねで、まあ、どちらにしても、えー、残った市場として韓国と日本を狙っていてで日本がやっぱり家計金融資産も含めて、まあ、あの非常においしい市場として見られているということは間違いないかなというふうに思っています。 はい、山本太郎君ありがとうございますまた引き続き、ですね鳥竜先生にお聞きしたいんですけれども、あの先生のこれまでのご発言の中で、このラスベガス・サンズの株主構成についての話みたいなこともあったと思うんですね、あのアデルソン一族が多くを占めて、残りは投資ファンドで、カジノ産業が利益拡大化を目指す。 投資ビジネスの中に組み込まれたというようなご指摘が前にもあったかと思うんですけれどもえとこの投資ファンドというのはどういった背景を持った投資ファンドなのかもしご存知だったらという部分でいいんですけれどもでそれに加えてですねあのカジノビジネスがファンドとつながったことでえこれまでに存在しなかったえ新しく生まれたといいますか金融ビジネスの存在にはどんなものがあるのかと、え。ー そしてそのビジネスがそのビジ、そのビジネスモデルが日本に上陸してきた場合に、えー、一般の国民の生活っていうのがどのような影響が起こるかというようなことをです、ね、カジノビジネスとウォール街とかっていうような観点からまた教えていただけられたらとまず一点あの、修正お詫びなんですけれども、今日お配りした図表の10をご覧に,あのな,ってご覧になってください。 で以前あの、お配りした資料ではあの3割ほどファンドというあの記載をしておりましたで最新の株主構成を確認しましたらあのその部分の名前名称が変わっていましてさらにあの確認しましたこのアイビンあの・シャフェッツですかあのこれ、経営陣なんですけども。あの アデルソン家族の信託の,あの名義人にはなってるんですけども真の所有者はアデルソン家族であるとあのいうことになっています。で従ってあのシェルドン・アデルソンご本人が10%奥様が42%であとはあの家族名義あの家族のためのさまざまな信託ということでほぼ100%があのアデルソン一族あも,うもう典型的なもうファミリー あのビジネスであるとということになりますじゃあ MGM とかシーザーズはどうなのかとで私あのマフィアは排除したからカジノは健全なのかというとそうじゃなくってもう純粋にファンドあの要するにあの市場ビジネスがこういうビジネスの世界にこう組み込まれてもう最大利益を追求するためにカジノを営むということになっていくわけですね。 でもそこはもう徹底しているわけでしてあのラスベガサンズは投資利益率20%を目標に掲げますよということです。ということであのそこはもう徹底した営利追求の論理が貫徹した世界がそこで生まれてでそういうあのまあ利益を求めて世界中にまあカジノ資本が新しい市場を求めて展開をしているとあのいうことかなと思っております。 はい、山本太郎君残り時間が少なくなってきたので、あの短めにお答えいただければ幸いなんですけれども、桜田先生と鳥畑先生に、えっと、先日の参議院内閣委員会、7月10日だったんですけれども、アトランティックシティでカジノを誘致した結果、地域の衰退が起こっていったというようなお話で、えそれを野党議員の方が質問されたんですけれども、それに対して政府側が、えー、アトランティックシティの例は、もともと観光資源が限られていた中で、過等競争になったのが原因。観光資源が 豊富な日本とは事情が違う、日本では別のアプローチも可能であるというふうに答弁したんですけれども、これについて先生方はどうお考えになりますかどちらからでしょうか、はい、鳥肌参考人、はい、あのアトランティクシティが1978年にカジノを解禁したのは、あのそれまでは海水局、まあ、夏の保養地だったんですね、でそれがいわゆるそのいわゆる航空、 あのでの旅行が広がる中でいわばその既存の観光産業が衰退をしていくで代わりの産業としてカジノ産業を選択をしたで年間まあ3000万人近い方があの訪れるような年になったじゃあ年間3000万人が訪れる時でもじゃあ地元のラトランティックシティーも含めたところが繁栄したかというと。 あの失業率であるとか貧困率であるとかがやっぱ相当この高水準です。で地元にこう調査に行きましたらいや結局カジノが全部お客さんを独り占めにして既存のホテルであるとかレストランであるとかがどんどん潰れていってもう空き地だらけになってしまったとでそういう状態の中でつい最後はそのカジノ企業自身が破綻をしてしまって十二あったカジノが5つ潰れて なぜ潰れたのかあの周りの州ニューヨーク州であるとかペンシルベニア州がえカジノを合法化したから、えー、競争に負けたんだとでそれはその通りなんですね。じゃあ日本に置き換えれば日本でカジノを作りましたじゃあ韓国があのどんどん作りました台湾が合法化しました周りでどんどんカジノができました、えー、日本にあの外国観光客ギャンブラーは来ませんとなれば。 あの結局はアトランティックシティと日本の姿が重なるんじゃないかあのということを考えております、はい、桜田参考人あのあ<の>時間が来ておりますので管理役にお願いアトランティックシティと加藤競争という命題とアトランティックシティ観光資源がないという命題なんですけれども観光資源がないという命題は因果関係ないんですね。でどういうういいことかというとか アトランティック・シティの令和ということになりますと,その、えーえー、と主たる顧客層はあのあの、えー、金融や不動産で稼いだニューリッチ層なん、ね、で彼らがその2時間ちょっとで行ける本格派のカジノつまりラスベガスまで行かずで行かんでもラス、えー、2時間ちょっとで,です、ね、そのアトランティック・シティに行けば本格的なカジノがあるじゃないかというところで受けたわけです。 でこれが強みやったんですねところがリーマンシ,ックショックで終わってしまいますと何でわざわざそこまで行くの行くお金もなくなったそれからあのそもそもアメリカでテーブルカジノが入らなくなってスロットマシンに変わってしまったわけよねほんなスロットマシンに変わってしまったわけだから何でわざわざその2時間もかけて、えーえー、アトランティス機まで行ってですねスロットマシンやらなあかんねんというこんな話になってしまうわけね。だから近場でいいじゃないかという話になってしまう。それから 皆さん方、あのえーっとえー、違和感もたるかもしれませんけれども、ギャンブル税収が、えー、っとはニューヨーク州は、ネバダ州の3倍あるんです。中身は何かというと、宝くじなんだね。だから、ニューヨーク州にはカジノありません。だから、そ,のそういうそのギャンブルということに対する潜在的な意識、それはそこにあったと思います。 で、最後の感想の結論ですけれども、その因果関係が全然成立しないもも命題を持ってきて、ですね、その観光資源が豊富な日本と、それからそのアトランティックシティの本格的な、えー、のラスベガスの雰囲気が味わわれるカジノが衰退してしまったということを意図的に結びつけるとね、とんんででもなない機弁になるんですよで。こんな奇弁がですね、その政府の答弁の中にいっぱいあるということにね、ぜひあの分かっていただけたら思います。はい。 以上で参考人に対する質疑を終了いたしました。えー、参考人の皆様に長時間にわたり貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして、厚くお礼を申し上げまます本本当ににありがとうございいししたた日はこれにて散会をいたします。